日は稲川町第2回両部岩夏祭りへお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行役を務めさせていただきます北川めぐみと申します。今日は皆さんと最後まで楽しんでまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。稲川町はきらりと輝く町でございます。自然もたくさんで、恵まれた町となっております。今日はですね、この屏風岩、屏風岩の目の前にした素敵な会場で夏祭りをぜひ皆さんお楽しみいただき、夏の思い出の1ページを作って書いていただきたいなと思います。さあ、こちらのステージではですね、たくさんのアーティストの皆さんにこの後ご登場いただくわけなんですが、ステージイベント以外もたくさんイベントを設けられております。そちらのイベントも簡単にご紹介いたしましょう。まずですね、魚つかみ大会が行われます。こちら、アユの魚つかみ大会となっております。そして、カブトムシ争奪丸バツ大会、カブトムシ争奪丸バツ大会が2回開催されます。そして皆さんにももうご覧いただいております、こちらの屏風岩、この屏風岩のライトアップが午後7時30分から開催されるということです。また昼間とは違った景色をね、見せてくれると思いますので、こちらもお楽しみに。午後4時からカブトムシ丸バツクイズが開催されます。こちらのクイズ大会、誰でも参加 OK です。はい。そして勝ち残った方にはなんとカブトムシのプレゼントもあるということですのでね、ぜひ皆さん参加してください。さあ、テレビ稲川コミュニケーションチャンネルオンユーストリームご覧いただいている皆さん、こんにちは。第2回屏風岩夏祭り開催しております。さあ、ステージの方もね、たくさんのアーティストの皆さんに登場していただくんですが、その他の会場でもさまざまなイベントが行われています。たこ焼きですとか、あとかき氷などもね、美味しそうな食べ物もございますし、また奥の方では面白いイベントも行われているということですので、あちらの方に行ってみたいと思います。あ、今ただいまですね、こちらに長い列が出ておりますね。こちらはですね、魚のつかみ取り大会、はい、アユのつかみ取り大会となっております。参加するには整理券が必要なんですね。その整理券を皆さんお求めになるために並んでいらっしゃるということなんです。はい、大人気のイベントです。そして、あ、奥の方にもたくさん人集まってますね。あちらも行ってみましょう。こちらは何でしょうか。あ、子供もたくさんいますし、大人の皆さんもいらっしゃいますね。こちらはカブトムシの丸バツクイズの会場となっております。はい、一番前にですね、スタッフの男性が丸とバツのね、プレートを持って立っております。クイズが出題されまして、丸の方は左、そしてバツの方は右へと分かれるわけですね。こちらですね、なんと勝ち残りますとカブトムシのプレゼントもされるということなんです。子供たち大喜びですよね。ちょっと私も参加してみましょうかね。はい、どんなクイズが出題されるんでしょうか。ある思う方はバツ、目があるっていう方はバツ、カブトムシに目があると、目がないよっていう人は丸の方、目があるという方は×、目があるよっていう人は×の方、目があるよという方は×、目がないよという方は丸らしいんですが、カブトムシって目ありましたかね。ちょっとわからないですね。いや、でもあったような気もするんで、目がある、×の方に行ってみます。バツの方に行ってみましょう。バツ、バツ、バツの方がいっぱい人いるんで正解ちゃいますかね。ちょっと待って、1、バツかな、わからない、わからない。さあ、答えはどうでしょうか。はい、さあ、皆さんお間違いないですよね。あの、バツの方の方は、いや、カブトムシの幼虫にも目あるで、カブトムシの幼虫に目があるかないか、
こちらの丸の方は、うん、ねえないわっていう方ですから、よろしいですね。分かりました、はい、正解は目がないので丸です。間違えました。カブトムシの幼虫には目がないそうです。うわー、知らなかったな。間違っちゃった ね、幼虫には目がありません。幼虫に目がないこと知ってた？尿道や、口の中は真っ暗で、周りの全部が餌となって、うわ、だいぶ皆さん間違えられちゃいましたね。なんと正解者これだけ、はい、めっちゃ少ないですよ。1問目から何問でした、はい、こちら、丸の方で当たった方並んでください。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 だいぶ絞られましたね。はい、このようにしてですね、この会場ではステージイベント以外でもたくさんのイベント行われておりまして、ご家族連れなど多くのお客様でにぎわっております。第2回両部位は夏祭り開催しております。会場の方も多くのお客様で盛り上がっております。ただいまからですね、あちらのコーナーで先ほど長蛇の列ができておりましたが、並んでいらっしゃった皆さんがですね、鮎のつかみ取りを行うということなんですね。もう始まってるんでしょうかね。早速行ってみましょう。わー、たくさんの子供たちがいますね。お父さんお母さんと一緒に楽しまれている模様です。あ、鮎が小さなプールの中にいる模様です。はい、ちょっと奥の方まで行ってみましょうか。あ、見えますか？お前取らんかったらお前。まだプールの中にはアユがいないようです。まだ準備中ですかね。はい、この後まもなく4時20分からこちらでアユのつかみ取りが行われます。もう皆さん今か今かと待ちかねています。アユをつかみ取りするなんてね、なかなかできない体験ですからね。きっと子どもたちも喜ぶでしょうね。もう子どもたち、もうこのプールに入る気満々で上半身裸でいますもんね。はい、あ、アユが登場しました。群れになって泳いでますね。はい、アユが何匹くらいいるんでしょうか。手もらって。あ、こちらにいますね。1,2,3,4,5,10,15匹いるんでしょうかね。ココちゃんのも、いや結構泳ぐの早いですよ。これ掴めますかね。今からこれ調整するの。調整しない。まだそっかそっか。あ、次の回で調整するんだ。楽しみだね。じゃあこれでちょっと容量を掴んで次の回バッチリ掴んでね。あ、もうプールの方には子供たちが早速入っております。手で掴もうとしてますけど、なかなか掴めない模様ですね。しかもズボンビチャビチャですよ。ビチャビチャ。機械持ってきてるんかな。まあでもみんな楽しそうですね。アユはかなりすばしっこい。捕まえた？また？なかなか捕まらないですね。お父さんお母さんもね、シャッターチャンスなんでもカメラを構えてお子さんの姿を追っかけられてます。さあ子供たち捕まえることができるんでしょうか。角とかに追い込んで捕まえるのがいいかもしれないですね。あ、惜しい惜しい。かなり素晴らしい。おー、水が飛んできます。いやでも子どもたちの楽しそうな笑顔がいいですよね。さあみんな頑張って捕まえてね。さあまだ誰一人とアユを捕まえておりません。
ようですね。わ、難しそうですね。これ子どもだけじゃなくて、きっと大人の私がやってもなかなか捕まえられないと思います。子どもたちもびしょびしょになりながら頑張っておりますけれども、一番に捕まえるのは誰でしょうか。お父さんお母さんがここにいる、あちらにいるってね、教えてくれますけれども、なかなか愛をゲット、ゲットできました。女の子が一番に愛をゲットできましたね。わ、すごい。ちょっと感想を聞いてみましょうか。イベント会場で皆さん楽しんで行っていただきたいなと思います。